僕は小学5年生です。今一番頑張っているのは塾です。将来の夢である弁護士になるため受験をしようと決断したからです。まあこれはもうどっぷり時間をかけてもうエネルギー全部注いでほしいね。後悔してほしくないからね。やっぱりあの時やっておけばよかったは、それはあってはいけないので。 ただじゃあ、寝ずに頑張るとかそういうことじゃないよね。やっぱ元気であることがなんか全ての源だから、うん、夢である弁護士っていうのは危険なワードでもあると思うけどね。僕らで言ったら、あのドラフトにかかるようなものかな。夢であるプロ野球選手になったやつもいっぱいいるんですよ。でも結構そこで終わるんですよ。僕が違ったのはその先を見据えてたことだよね。夢ってそういう怖さはあるんだよね。達成感やっぱあるから、それはちょっと怖い。 なった後のことまで見据えてたら全然違うレベルに行けると思うんでそれはいいと思うね。まあ先を見据えるというのは大事だね。うんうん